元モーニング娘。の福田明日香さんが写真集を発売しました。かつて、超歌のうまい小学生として鮮烈なデビューを果たし、かなり早いタイミングでグループを脱退していた福田さんですが、脱退後の人生は結婚、離婚、スナックママとかなり波乱万丈な人生を歩まれていたようです。ヌード写真集を出版するということで、貧困で困窮しているのでは、とも囁かれていますが、現在に至るまでの福田さんについてまとめていきたいと思います。元モーニング娘。の福田明日香が写真集を発売。メディアにはほとんど露出していなかった福田さんだけに、写真集を出版するというニュースは世間を驚かせました。カメラマンは毛の商人と呼ばれていた高須元次さんの長男である高須元一郎さんです。福田明日香の昔から現在までを時系列でまとめ、モーニング娘。時代モーニング娘。の第一期メンバーとしてデビューした福田さん、音楽番組歌番では銀杏というニックネームが付けられて親しまれていました。今思うと結構ひどいあだ名ですね。当時小学生という幼さながら抜群の歌唱力で話題になりました。モーニング娘。は瞬く間に人気アイドルグループとなりましたが、福田さんは活動からわずか1年余りで学業に専念するためという理由でグループを脱退します。福田さんが進学した出身高校である都立の東京都立小山台高校は偏差値が69ということでかなりの進学校だったんですね。2015年結婚、長女を出産。福田さんは2015年8月31日に一般人の会社員男性と結婚し、長女を出産しています。妊娠報告から早くも4ヶ月が経ちました。我が子は順調に育っております。そしてご報告が遅くなりましたが、春に無事結婚、入籍いたしました。お相手の方は一般会社員の男性です。と、福田さんから報告がされており、入籍と出産の年が同じなので、できちゃった婚になりますね。お相手の方は一般人ということで顔出しされていませんし、娘さんも目元を隠しており、顔は隠されています。2016年7月、離婚し、しかし、結婚、入籍報告をした年に、スピード離婚を発表されています。離婚理由としては、芸能活動に理解を示してくれなかった。ということを報告している福田さん。旦那さんは福田さんの芸能活動にはもともと反対だったようです。理由は価値観の相違と子育ての方針の違いからお互いコミュニケーションが取れず、家庭生活を営む上で協力し合うことが難しくなったためです。2016年3月より幾度となく話し合いを重ねてきましたが、話し合いの中で解決ができず、お互いに別の道を歩むこととなりました。出産してすぐに身内の不幸が重なり、音楽活動再開への夫の理解が得られないまま、私がブログを立ち上げ活動再開への準備をしたことも原因の一つです。グループ脱退も
結婚生活もスピーディーでしたね。決断すると行動が早い性格なのかもしれませんね。離婚後、スナックママ。離婚後はシングルマザーとしてスナックで働き始めます。大田区の実家がスナックを経営しており、そのお店を手伝っていると言われていましたが、真相は分かっていません。スナックママ時代も並行してボイストレーナーとしてもお仕事をされていました。やはりモーニング娘。を脱退しても好きな音楽のお仕事を続けられていたんですね。稀にテレビ出演されることもありました。現在、歌手として活動メディアに登場することがあまりないので、ご存じない方も多いかもしれませんが、福田さんは現在も歌手として活動されており、ライブ活動や CD 販売、握手会なども行っています。モーニング娘。を脱退して20年以上経つ今も、大好きな歌をお仕事にされていたんですね。かなりの貧困生活で生活に困窮していた。久しぶりの福田明日香？おそらく想像通りのパターンでしょうか。わら、生活大変なんですかね。ヌードに踏み切ったことで、ネット上からはこのような声も上がっています。もともと生活に苦しく、節約生活をしていたことをテレビで告白していた福田さん。1ヶ月の食費を1万円に抑えているということで生活苦であることが伝わる内容が以前テレビで放送されていました。子供と2人で暮らして月の食費が1万円というのはかなり切り詰めた生活ですよね。元トップアイドルとしてはかなりつつましい生活というイメージです。シングルで母子家庭だとやはり大変な部分もあったのではないでしょうか。生活のために今回写真集に踏み切ったのだとしたら、お子さんとしても少し複雑な部分があるかもしれませんね。出版するからには懐事情も潤っていくと良いですね。福田明日香のウィキプロフィール。名前、福田明日香。生年月日、1984年12月17日出身地、東京都大田区。血液型 B 型。職業、歌手。高校、東京都立小山台高校。学業に専念するという理由で芸能界を引退しますが、その真相を後に問われ、だんだん普通に電車に乗ったり、普通に竹下通りをプラプラしたりできなくなってきて、ちょっと寂しい感じがして、これから先ずっとこういう生活なんだって13歳の時に急に不安になったということや、他のメンバーは全員地方から出てきて自分だけ実家から通っていたことも影響し、メンバーとちょっと感覚がずれている。学校に行けないと言っても実家から通っていたので家族とも会えているし、自分はぬるくて他のみんなは決意がすごかったと、本気度が違うと感じたとおっしゃっていました。まとめ、今回は初代モーニング娘。のメンバー福田明日香さんについて調べてみました。2020年4月にヘアヌード写真を発売すると発表し、モーニング娘。から初のヌード撮影者が出たことで注目されました。すでにヌード写真集の話題は落ち着いてしまっていますが、
福田さんは再び脚光を浴び、芸能界に生き残ることができるか、今後が注目ですね。